山にありてこそ山野草の花。ぷんです。今日は妙覚駅に来ました。ここから雷電山、道山、浅間山を歩いていきたいと思います。それでは出発します。ときがわです。登山道入り口までは車道を歩いていきます。あちらの手前に見えてる山が道山です。奥に見えるのが雷電山になります。あちらに見えてるのは弓立山ですね。道山、雷電山向かっていきましょう。ずっとこのような林道なんですかね、これ。このような感じの道歩いてます。道山まであと300m ですね。十座周回50分の 3km。 何かこれもそのようなイベントというか何かやってるんですかね。ここら辺も新宿あたりですかね。ビル、遠くの山、遠くのビル、あ、スカイツリーも見えてますね。今日はあれ見えてる。ピョンとちょっと見えないですか。ここら辺にいるんですけどね、私の目では見えるけどちょっと見えないかな。今日は日差しがとても暖かい日なんですけれども、この今木々に囲まれて、こちらは少しひんやりしてます。気持ちいいです。ちょうどいい。道山山頂到着です。へい。こちらは眺望はありませんね。ないようです。ちょっと休憩します。それでは雷電山目指していきましょう。雷電山まで 1.3km です。頑張っていきましょう。雷電山まで 1km です。登りになってきたんですかね、これ。やっと結構そこそこ、ここは急登ですね。よいしょ。今ロープで登ってますが、これ上りはまだいいですけど、下りは結構滑りやすいと思います。怖いです。そこそこ急登でちょっと疲れました。よいしょ。では頑張っていきます。めちゃくちゃ景色のいい場所に出ました。今までずっと木々に囲まれてたんでね、全然周り分かんなかったんですけど、すごく眺望がいいです。最高です。雷電山 600m です。分岐のところまで来ました。あともうちょっとです。雷電山 418.2m です。イエーイ。こちらも眺望はありませんね。スズメ川ダム方面に向かっていきたいと思います。スズメ川ダムこちらですね。頑張っていきましょう。スズメ川ダム登山口まで降りてきました。ダム公園の方に向かっていきたいと思います。階段を降りまして、川沿いを歩いてダム公園向かいたいと思います。せせらぎが気持ちいいです。
ズメ川ダムです。ダムが太陽の光でピカピカして綺麗です。文山、今はスズメ川砂防ダム公園の中を歩いてます。ちょっと休憩します。今日は万南ライフのこんにゃく畑のコーヒー味を食べていきたいと思う。今日はスズメ川ダムいいとこですね。なんかステージとかもあるんですね。一日のんびりできそうですね。ここもスズメ川砂防ダム公園出発していきたいと思います。しばらく車道沿いを歩いていきます。この辺りから登山道の登山道になりますね。よいしょ。千元山、青山城跡方面目指していきます。大日山到着しました。イエーイ。山にありてこそ山野草の花です。大日山からは眺望がいいです。ちょっとここで休憩します。疲れた。今日のおやつはプロテインのヨーグルト味です。それでは千元山方面に歩いていきたいと思います。この階段登れば青山城跡があると思います。青山城跡、こちらにお城があったんですね、遠い昔に。それでは千元山を向かいたいと山頂、千元山ですね。千元山の山頂目指しましょう。千元山の最後の登りですね。緩やかですが、今の私にはちょっと苦しくなってきました。千元山山頂到着しました。 298.9 メートルです。三角点です。タッチ。千元山は低い山ですが、とても眺望が綺麗です。それでは小川町駅の方に向かっていきます。見晴らし農家公園を寄ってから小川駅に向かいたいと思います。見晴らし農家に到着ですね。そちらの緑色のはローラー滑り台ですね。アスレチックもできていいですね、ここ。いいとこだ。初めて来ました。このローラー滑り台は私は嫌だな。見晴らしの丘の展望台登ってみます。眺めもやっぱ登ると違いますね。あ、こりゃすごいです。すごい絶景だね。見晴農家公園楽しかったです。それでは小川町駅に向かっていきましょう。今日は明覚駅から雷電山、道山、千元山と歩いてきました。まず最初に向かったのは道山ですね。道山は登山道から結構すぐで登れて、内山でとてもいいと思います。そこから雷電山に登るんですけれども、
雷電山は思ったよりも傾斜がきついところもあったので、結構汗かきましたね。あちらではびっくりしました。小川間地域に向かっていきます。その後は雀川ダム公園向かったんですけれども、いい公園ですね。結構皆さんゆったりと楽しんでる方が多かったです。また行きたいなと思います。その後に大日山、青山城跡、浅間山と登ってきましたね。大日山でちょっとおやつタイムしたんですが、大日山、青山城跡、浅間山と登ってきましたね。大日山ではおやつなんでこの最後まで見ていただきありがとうございました。小川町駅到着しました。